ジハード団はエジプトのイスラム過激派組織である。イスラム国家の建設とカリフ制の復興を掲げて、武装闘争を行っている。ムスリム同胞団の恩恵路線に飽き足らない者たちが1970年代頃に、いくつかの過激な求心主義の小組織を結成し、これらが1980年に合動したことにより、結成された。本来は、エジプト政府の打倒を、現在は、 アメリカやイスラエルを攻撃することをも目標としている。理論的指導者はムハンマド・ファラジュでイスラミック・ファシズムとも呼ばれるその理論はパンフレットによって広く知られた。主な指導者はアフガニスタンで対ソ連戦に加わりウサーマ・ビン・ラーリンに思想的影響を与えたことで知られるアイマン・アイコール・ザ・ワー・ヒリー。オマル・アブドン・ラフマンも同団体と関係が深い。 現在はエジプトイスラムジハード団と名乗っている。閣僚級のエジプト要人やアメリカの役人に対するテロ活動を行っている。イスラーム法以外の法を施行する異性者はムスリムで、あろうと廃教者であり、ジハードによって排除せねばならないと断じており、そのため1990年代半ばまでは外国人への攻撃よりも国内の要人の暗殺を優先してきた。 1981年には、ジハード団の計画により、兵士、ハリド・イスランブリガ、アン・ワルア、イコール・サー大統領を暗殺。1993年に、内務省暗殺事件、首相暗殺未遂事件を相次いで起こすが、共に、一般民衆を巻き添えにするテロであったために、エジプト国民から激しい非難を受けた。1980年代に、 エジプト政府により徹底的な弾圧を受け、1993年からは国外活動重視に転じ、アルバニアに拠点を置く。1995年には在パキスタンエジプト大使館爆破事件を起こした。その後はウサーマビン・ラーディンのアルカアイダに接近。1998年に ビンラーディンの組織したユダヤ十字軍に対する聖戦のための国際イスラム戦線に参加し、ケニア・ダンザニアのアメリカ大使館爆破事件に関与したとされる。エジプト国内のコプト教徒に対する激しい憎悪、虐殺でも悪名が知られており、他宗教に対する敵対的姿勢で知られている。アイクマイヤー、デール・シー、クトビザム、アン・アイディオリジー・オブ・イスラミック・ファシズム。 ありがとうございます。